オリンピック2連覇という偉業を果たした王者が全日本、そしてメダリストオンアイスに4年ぶりに帰ってきました。そして今日この舞台のために用意したのは4年前のフリー、思い出のプログラムを日本のファンの皆さんに一足早いクリスマスプレゼントとして届けます。Representing Japan in the World Figure Skating Championships, Yuzuru Hanyu。この衣装は帰ってきた青年、クリスマスを前に特別な時間になりました。オリンピックゴールドメダリスト羽生結弦です。観客は総立ち。この衣装を見た瞬間に村上さん、はい、ファンの皆さんもですね、すぐに分かって、そうですね、盛り上がってましたね。いや、もうまたレベルアップしてますよね。そうですね。体と滑りだけで表現するのではなく、ジャンプとスピンでも曲に合わせて、はい、音に合わせて表現していましたよね。素晴らしいです。実に特別な夜になりました。羽生結弦が心を込めて届けた生命。
歴史に残る名プログラムです。よりさらに洗練された、そうですね、これだけジャンプやスピンでも音に合わせて表現できるというのは余裕がないとできないことですからね。素晴らしかったです。一瞬にして観客が引き込まれたこのプログラム、言葉はいらない、そのスケートで言葉以上のメッセージを伝えられる男、それがこの羽生結弦です。